して、はい、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当にもう僕自身すごい龍が如くシリーズのファンで、全部シリーズたくさん遊ばせていただいて、ありがとうございます。今回はいろんなそういった質問だったり、こうまた海外からの視野も入れた質問だったりもいろいろさせていただけたらなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで龍が如くシリーズを最初に作り始めた頃にターゲットが成人男性っていうお話をお伺いしたんですけれども、うん、その背景にはこうすごく具体的にはどういった、うん、どういう背景があったのか教えていただけたらなと思います。まあ、その正確には日本の成人男性なんですよね。はい、で、まあ、逆に言うと海外を捨てちゃってるというか、はい、なるほどです。でもう一個捨ててるものがあるとしたら子供、もう一個はさらに言えば女性も捨ててるというか。で当時十数年前は、はい、まあ日本のゲームも海外でそこそこヒットするものもあったんですけど、はい、基本的にはやはりグローバル市場を見るがゆえにそのジャンルがある程度も絞られちゃってたんですよね。うん、なるほど。ミリタリーとかスポーツとか、はい、ファンタジーとか、はい、そうですね。うん、ただまあそこにこう大きなマーケットがあるんでみんなそこを狙いに行くのも分かるんですけど、はい、ただやっぱりそればっかりになっちゃうとつまんないなというか、はい、うん、でまたいろいろな意見が当然いろんな国から出る中で、結局僕らはそれにリクエストに応えるべきなんだけど、はい、まあ、あくまでビジネスっていう意味で言えば、はい、クリエイティブで言うとやりたいことってここであって、うん、こういうことが言いたくてとかいうのがある中で、全部の話を聞いてると結局誰も喜ばないよなっていうのをちょっと感じてはいたんですよ。ただまあその戦いこそがクリエイティブなんだって自分に言い聞かせた時期もあったんですけど、やっぱある日いやもうやってらんねえなみたいなところもちょっと出てきちゃって、まあ正直言うとだからそういう意味で言うとこうモチベーションの原点ってマーケットに対するまあ反発というか一種の怒りというか、なるほど。そこでそれにこうなぞらえなくてもちゃんといいものができるし、でそこにファンはきっといてくれると思うし、ただまあそう言い切った以上はもう後戻りできないような選択をしたいということで最初に言った3つに絞り込んだことでもうそれをきちんと実行しようというふうに決めたっていうのが、まあ、今思えばね結構無茶やったなと思いますけど、いや僕当時龍が如く1は中3か高校生だったんですけど、もうその時にもう発売するってなった時にすごいなんか自分の中で新しいゲームだなっていうのを感じて、今までなかったようなゲームでしたし、すごくそれは当時の出た時の記憶と CM 見た時の記憶はすごい覚えてます。嬉しいです。はいはいはい。で、まあ、まず現在欧米では結構龍が如くのファン層っていうのが女性が多いらしいんですけど、うん、そういうのは予想されてたりとかしましたか？そうですね、まずはその欧米でまず売れる予定がなかったのが、はい、売れること自体も不思議な気持ちもあります。はい、でやっぱりでも欧米も最初に言ったようにその特定のジャンルがやっぱり寡占状態である以上はやはりユニークなものを求めたいっていう気持ちは多分内在してたんだと思うんです、うん、プレイヤーの心理として、はい、でそこにこういうものが出てきた時にお、どうだと、はい、であとはもう本当に口コミだと思いますね。あ、なるほど。で女性に関して言うと、はい、日本もそうなんですけど変な話女性を意識しないことが良かったんだと思うんですよ。なるほどです、はい。だからもう子供は近づくなと、はい、女も近づくなっていうコンテンツだからこそ、はい、それってどんなもんなんだっていう逆説的な興味が湧いてきて、はい、でまあもう本当にちょっとね、まあ、どんな女性のファン心理かっていうのはちょっと細かいところで分かんないですけど、ひょっとしたらですよ、はい、そういう今時の男性ってあまりこうねたくましさとか、うん、肉食系が減ってる中で、はい、こう近づくなっていうコンテンツでそういうこう女性に媚びたようなセリフを全く言わない主人公のものを見ると、
キュッときた人も結構確かにいたのか、まあ、分かんないですけどね、はい、のような気はします。だからそれは今でも女性のファンが増えたっていう結果を見てても、はい、あのスタッフには僕自身もそうですけど、はい、気にしちゃダメだっていうのは常に言います。逆に気にすると変なもんになっちゃうんで、あこういうのんじゃ今度は男子が多分逃げちゃうんですよ。ああ、うん、なるほど。あだからやっぱりブームにを大きくしていきたいっていうその欲と、はい、やっぱでも大事に思っててここまで育ってきた人たちを喜ばせてやっぱり期待を裏切らないっていうか、はい、龍が如くってこういうものだっていうところっていうのをそのらしさをキープすることっていうのは、はい、やっぱ同時にはなかなかできないので、なるほど、うん、そこのやっぱ、まあ、いい意味でストレスっていうのはありますよね。あ、うん、そうですね。どのキャラクターも、もう男が見ても当然かっこいい男ですし、本当に僕が女性だったら本当に惚れるなっていうのはすごくなんとなくやっててすごく思いますね。やっぱりかっこいいなっていうのはすごく一つ一つセリフとかを見てても聞いててもやっぱかっこいいなと思う。セリフはやっぱりね毎回悩みますよ。あそうなんですね。いやもう本当しかも桐生ってあんま喋らないですし、そうですね、でだから喋る量も少なくて喋り出したとしても短いので、はい、その一文字一文字に込める部分がさテニオいわゆるテニオ派とかこれが、はい、はどっちなんだみたいなところとかって何回も直したりで、ある時に収録前に突然になってやっぱ違うんじゃねえかとか、やっぱそこは何回もありますよね。そうなんですね、はい、結構そうやってちょっと話ずれちゃうんですけど、黒田さんがこれ言いたいっていうみたいなのあったりするんですか？のもあります。で僕はこれかっこいいと思うけど収録で聞いたら、はいはい、その読みって意外と自分が思ってた年数じゃなかったとか、あ黒田さんどうなんかだったらどう読みたいですかみたいな、はい、まああの人がもうほぼ桐生君に一番近い人なんで確かにどんどん近づいてってる気がしますね、お互いなんかでいい声でこうじゃないのみたいなことも言ってくれると、意外とやっぱそれがしっくりきたりとかいうのもあったりはするので、やっぱそこはこうまあ音楽制作と一緒じゃないですかね。やっぱり元々のものとやっぱその現場で仕上げていく過程で少し変わっていくことっていうのは確かにやっぱり意外とゲームも同じだと思いますよ、うん、僕らもツアーで結構あの現場でやっぱり行ってツアーの現場に行って全部変わったりすることもよくあるんで、エクセルとか結構すごくそういうのがあって、うん、本番でいいことですよね、はい、うん、なんかすごくお互いいいものを作っている感じってすごくいいですね、はい、で年月を経てですね、名越さんが作られるゲームのスタイルだけではなく、名越さんのファッションや見た目という部分でも変化を感じている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あのデイトナ USA からジャッジアイズに至るまでの、はい、名越さんの本人ご本人の変化について教えていただけたらと思います、はい、これはご本人の変化、まああのこれまあ他のメディアでもちらっと言ってるんで、まあ、あんまり詳しくは言ったことないですけど、はい、あの正直言うと、はい、やっぱ自分が興味があるものを、まあ、普通にやってるだけっていうのもあるんですけど、やっぱもともと大学の時は美術大学で映画やってて、はいはい、でもやっぱ貧乏なんで、うん、ファッション興味があっても何もできないですし、だけど、まあ、だんだん会社に入って少しずつお金も貯まるんだけど、今度はもう忙しすぎちゃって、はい、お金使う暇がないというか、はい、でもその中で、でもやっぱ恋愛も一応していったりする中で、はい、割とね、僕女性の影響でかいと思う。そうなんですね。ですよ。はい、だからあの割とこう素朴な女性の時は素朴な自分の絵があって、あ、なるほど。まあ、まあ、一回僕はね、あの、ま、最初の結婚はうまくいかなくて別れちゃったんですけど、その時の女房は、はいはい、あのまあアメリカで生まれた人で非常にあの音楽もハードロック大好きな人で、はい、絶対論言しろっつって、はい、髪切るなって散々言われて、やっぱそれを言うことちゃんと聞いてみたいな時とかって割と、でも当然髪だけ伸ばすわけにいかないからやっぱそこに合わせようとしますよね、はいはい、で今度はまた違う女性と付き合うと、まあ、その人がまたこういう人だからまた横にいて違和感のない自分になろうみたいなのが結構意外とそこはね、のんぽりだったりするんです。そうなんですね多分きっと今皆さんすごく面白いこと聞けたと思うんですけど、今の自分を見ていただいた方が多分こういう方か逆に多分そういう想像も多分しているかもしれないですねでも今の女房に言われて怒られそうだからあんまり言わないことにします、はい、
続いて名越さんは1989年にセガさんにご入社されたということで、はい、その以前は東京造形大学で映画制作を、うん、まあ、先ほど少し聞かせていただいたんですけども、うん、でフィルムに関して学んだということで、はい、その学んだことが何かゲーム制作の世界で、まあ、当然すごく生かされていることたくさんあると思うんですけども、はい、これは本当に僕はラッキーだったなと思うことがいくつかあって、はい、まあ、映画といってもまあお金がないので当時はビデオもまだないですし、一応存在しましたけど機材も中にはあんまり導入されてない時だったんで、まあほとんど8ミリとかもう今も現物するとこもないぐらいのものですけど、でそこでなんとかまあみんなバイトしてお金貯めてなんとか撮って、自主制作で映画撮ってたんですけど、で当然僕は映画を作りたかったんですよ。でも今から30年近く前の日本映画界ってもう本当に冬の時代で、全然もう採用もあんまりしてなかったんですよね、はい、でその中でゲームって僕は面白いなと思ってた部分と、あとはやっぱりもともと面白いと思うものを仕事にしないと絶対長続きしないだろうっていうのもあったので、はい、じゃあゲームとりあえず受けてみようかなみたいな。で僕にとってはでもセガって割とそこそこ大きな会社に思ってたので、はい、まあでもまあいわゆる記念受験じゃないですけど、はい、行ってみて、そしたらすぐその日に採用されたが来たん で今はでもなぜなのかは謎なんですけど、はい、でもとりあえずこれでご飯が食べれるんだと思うと、はい、ちょっと安心しちゃって、へー、でその、うん、なんていうんですかね、でもやっぱりコンピューターのスキルがまるでないので、はい、うわ場違いなところに来たってのもすぐ思いました。ただラッキーだったって言ったのは、当時全部 2D だったものが、はい、何年か後に 3D に変わったんですよね、はいはい、じゃあ当然ライティングカメラワークっていうのは基本的に絶対に必要になるんだけども、うん、基本的にそういう勉強した人っていうのが周りにいなかったんですよ、はい、で僕は基礎は分かってるんで、はい、そういうことをやると見てる人がどこから見てるか分からなくなるんで、うん、そういう荒っぽいカメラって良くないですよとか、普通はこうするべきですよとかいうのを、あ、お前次分かってんじゃん、はい、みたいな感じがあり、仕事がどんどん回ってくるようになった。なるほど。それは結果論ですよね。だからその状態になるまでの何年間かは、うわ間違いなところに来たら、いや早くどこか映画の制作現場とかでいい話来ないかなとか、なんかもういつやめようか状態に近かったですよ本当に。だからそれは技術革新が自分のスキルの活躍の場を結果的に生んでくれたっていうところなんで、ありがたかったですよね。そうなんです、うん、何があるか分かんないっていうか、 2D から 3D になった時の、うん、そのなんかきっかけになったその作品とかってあるんですか？最初はバーチャレーシングっていうのがあって、はい、バーチャファイターの1個前ですね、はいはいはい、まあ、ドライブゲームなんですけど、まだ当時は本当にフラットポリゴンってもう本当に表面に模様も何もなくて、はい、と単なる色のついた板がこう、はい、あるだけなんですけど、でもカメラでこう自由に見れるパターンを、今までは一個一個動きを絵として、まあ、いわゆるセルアニメーションと同じで描いてたものがもうつまみ一つでこう自由にこう見れるっていうのは革新的だったんですけど、でも見せ方の作法っていうのが本当に誰も知らないというか、だって技術がないんだからそういうスキルを採用しようっていう準備もなかったわけですよね会社に、はいはい、たまたま僕は先だってそれが僕は入ってたわけで、はい、でまあ渡りに船でお前なかなかいいじゃんっていうところがあったっていうことが一番、はい、うん、結果、本当結果、全部今思い起こせば全部結果ですね。